飲んでマイナス10キロ痩せるお茶お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは項目1つ目、なぜこのお茶を飲むと痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。ポイントは3つあります。1つ目です、腸内環境が整うから。2つ目、脂質代謝が促進されるから。3つ目、脂肪の蓄積を抑えてくれるから。ということで、こういったポイントを抑えることで健康的に綺麗にね、このお茶を飲んで痩せていくことができるんです。では項目の2つ目です、何を飲めばよいんでしょうか。ということで、今回私が選んだお茶はこちらです、ね、今回カルディさんで見つけたんですけれども、ザ・ガーデンティーのレモングラスバタフライピーティーになります。こちら原産国がタイ、ね、微笑みの国タイランドから来たお茶なんですけども、ハーブティーです。でノンカフェインですから安心して飲んでいただけます。でまた原材料名はレモングラスとバタフライピーのみでできています。でこのそれぞれの、ね、材料が持つ痩せ効果についてお伝えしていきたいと思います。まずはレモングラスが入ってます。これはあのね、レモングラスってそのままね見てしまうと、あのレモンの葉っぱとかね思いやすいんですが、全く関係ありません。イネ科のハーブになりまして、このレモングラスがその香りがねレモンに似ていることから、まあ、レモングラスという名前がついているそうなんですけれども、まずこのレモングラスはコレステロール値を抑えてくれたり、またデトックス効果が高かったり、辛いねむくみも改善してくれる効果があります。でこのレモングラスがまあ1番目に入ってますから、このお茶を作るときにやはりレモングラスの量がまあ多いということになるんですね。では次にバタフライピーの痩せ効果ということで、こちらですね、タイの国では30代40代のこうワーキングレディーですね、女性の方たちがオフィスの飲み物としてね自宅から水筒に入れて持っていくっていうぐらい、すごくね人気の高いお茶だそうなんですよね。でこのバタフライピーっていうのは、私調べましたらもう綺麗なブルーの、まあ、お花がねよく写真出てくるんですけども、まあ綺麗だなと思って見てました。でこれよく見るとマメ科の植物だそうなんですよね、タイの国でできてて、であとはまあ脂肪燃焼効果があります。それなぜかというと、その色に秘密がね隠されていて、アントシアニンが豊富だからなんですよね。このアントシアニンを取ると脂肪燃焼効果があります。でまた美白美肌効果があったり、アンチエイジング効果もあるということでね、白髪のケアとかこういった黒髪のケアとかにもすごく使われているハーブティーになるそうです。では3つ目の項目、どのようにということで、今回この痩せるお茶をどのようにして飲めばさらにダイエット効果を高めて、しかもね私たち女性には嬉しいそのアンチエイジング効果であったり、美肌とか美髪ですよね、こういった効果を得ることができるのかということで、私なりのこうレシピをね作ってみました。痩せる飲み方ということで、こちらですね、この作り方はねこの裏に載ってるんですけれども、その1つのティーバッグに対してそのカップが1つですよね、まあ、そこに熱湯を入れていただいて、で3分間また出来上がりなんですけれど もうこれだけでもですね、本当このパッケージの色からも想像できますように、綺麗なこうコバルトブルーになるんですよね。でもそれだけでも癒しなんですけれども、さらにここでダイエット効果を高めるためには、まずポイントはホットで飲みましょう。これを例えば作ってね、キンキンに冷やして、またそこにこう氷を入れてね、冷たいみたいなのを飲んでしまわれますと、腸の動きが悪くなってしまう。結局代謝が落ちてどんどん太ってしまいますから、まあ、このお茶に限らず、ダイエット中であれば特に飲み物は冷たいものは NG です。なのでホットがおすすめ。ここにプラスですね、こちらにも少し書いてあるんですけれども、お好みで蜂蜜などの甘味料を入れても美味しいですよと書いてあります。で、私もこれ大賛成です。なぜかというと、蜂蜜はね、脂肪燃焼効果があったり、何よりも栄養価が高いんですよね。なので、すごくね、ダイエット向きの甘味料になります。そこで私は蜂蜜を小さじ2分の1杯入れてみました。そして次にレモン果汁を小さじ2分の1杯入れて作るんですよね。するともう魔法のように、今度はレモンの果汁を入れた途端に、そのコバルトブルーのお茶が綺麗なね淡い紫色
になるんですね。でこのやっぱりレモン果汁を入れることで、レモンってまあクエン酸が入ってますから、そことこのお茶がこうね反応を起こしてくれて、まあ本当にねもう科学実験でも目の前に見てるかのような、もう多分ね小さいお子様だったらうわーって喜ぶだろうなって思いますし、まあ、私自身もねもうあまりにも綺麗だったのでもうはしゃいでしまったんですけど、思わずね高校3年生の娘を呼んで、ちょっと見てみてって目の前で作ってみたら、娘も綺麗って、なんかこれ見たことあるって、ね、娘はなんかインスタか何かで見たらしくって、でしかもこのお茶あのアニメの名探偵コナンくんの謎解きでなんか登場したお茶だそうですね。なんかあれ色が違うよとか、なんかだからそんな話をね娘がしてくれて、あコナンくんもこのお茶使ってなんか物語がねあったんだと思って、なんか見てみたいなって思うんですけれども、あなたはご存知でしたか。まあ、そういったねいろんなところで活躍しているこのバタフライピーティーなんですけれども、やはりこの状態で飲まれますとそれぞれのダイエット効果がさらにねゲットできますから、このねお茶自身そのダークでねそのままねあのノーマルで飲んでもいいんですけれども、さらにここで蜂蜜やレモン果汁を入れますと、なんと言いますか、まあ、一度で二度おいしいみたいな、ブルーのまま飲んだ後にこのプラスアルファ入れますと綺麗な紫色になりますので、ぜひね飲んでみてくださいね。でしかもやっぱりねこういったのハーブティーで色を見るだけやっぱ癒されるんですよね。もう私たち女性で大事ですよね、自分自身を自分で癒してあげないと。ね、こんなに頑張ってますからね、もう子育てに家事にお仕事にご両親のお世話とかペットのお世話とか、いろんな役割がね私たち女性って本当に多いと思いませんか。私本当思うんですよね、まあ、私自身もそうですし、まあ、クライアントの方もねいろいろお話伺ってると、もうお仕事さんお仕事目さんを見たり、もういろんなね、まあ、お子様の子育てもそうですし、もう本当にね頑張ってるんですよね。なのでやっぱりこういったねダイエットにも美容にも良いお茶をご自分のご褒美としてやっぱりね取り入れていただければ本当に嬉しいなと思って選んでみました。ではここからね私がこの自分で作ったレシピ実演動画ご準備しておりますので、ぜひこの後ご覧ください。どうぞ。さあいかがだったでしょうか。今回のお茶はですねやはりノンカフェインティーなので、その飲みすぎってもう悪くはないと思うんですけども、やっぱりですね何でもそうですよね、どんなに良いものでも飲みすぎ、まあ、オーバーしてしまいますとよくありませんから、だいたい全体の水分量の1日あたり 1,2 杯程度に収めていただけますとより良いと思います。やはり体液を循環させるためには天然水が一番ですので、お水も取りつつ時々こういったお茶系ですね、できればノンカフェインがおすすめですので、今回このお茶ご準備してみました。ぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。